はい、皆さんこんばんは。もう我慢ならないということで、今日は園芸ライフの敵と戦っていこうと思います。はい、ということで今回は昆虫会です。題してダイソーのコバエ取りグッズ、どれが一番効くのか。もう最近コバエが本当にひどくて、動画の編集中も前を通ったりとかするともう耐えられないので、集中力が散ってしまって、でもうやっつけてやろうということで、この虫と戦うためのグッズを買ってきました。これはね、虫で戦うグッズなので今関係ないんですけど、コバエ用の商品ですね。でたくさんあったんで、今回はねどれが一番効くのか検証していきます。僕と同じようにコバエに悩んでいる方いらっしゃいましたら、ぜひ最後までご覧になってみてください。はい、一つ目こちら、強力配用粘着シート、虫の好む色で誘引、5枚入りですね。一応ねぶら下げるのがついてますね、こんなやつ。まあこれもね、今回 S 字フックでやろうと思ってるんで、これはね使わないけど、ぶら下げるもんついてるのはありがたいですね。こんなシート、どのぐらい力を発揮してくれるのか楽しみです。はい、続いてこちら、虫取り機、蛍光シートが虫を誘引、さっきのと同じですね。たださっきのとね違って、多分これはケースがついてるんですね。はい、こんな感じです。あ、なるほど、これをニュッと剥がして、でここに入れりゃいいんだな。ほん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 、吊るすのは自分で用意せえとそういう感じです。両方とも片面だけです。こっちの方がなんか効きそうかな、面積的にはこっちが有利ですけど。はい、続いてこちら、吊るだけ簡単ハエが取れちゃう、ハエを香りで誘うっていうことなんですけど、これはねどっちかっていうと、観葉植物から出るキノコバエとかね、そういうやつじゃなくて症状バエ系ですよね。こんなのついてる、ちょっとめんどくさそう。え、体にめっちゃ悪そうなんだけど大丈夫なのこれの成分が気になりますよね。この中に誘引剤を入れます。うちはね正直症状バエいないから、ひょっとしたらあんまり効果ないかもしれないけど、一応ね設置したいですね。フルーツビネガー的な匂いがしますね。で粘着シートをペロリで、ここに刺す、で蓋を閉じて、これね、これ危険だわ、これやめた、これ使わない、ごめんなさい。これねちょっとダイソーさん危ないと思うこれ結局最後までカチンって入れきれてないんですけど、多分変にグンってやろうとすると勢い余って中の液体こぼれちゃったりとかしそうなんですよね。このぐらいにしとこう。はい、続いてこちら、これは置くだけコバエが取れちゃうタイプ、ピレスロイド系って書いてるんで殺虫成分入ってるのかな。わ、これも液体か、これも液体だ。こういうのはねゼリータイプの方がありがたいですよね、こぼれづらくて。これ開かないんだけど、これはねゼリー状にしていただけるんだったらゼリー状の方がいいんじゃないかな。やっぱねこぼれる危険性はなるべく排除した方がねいいと思いますね、正直。これもねちょっとこのガチャポンスタイルなんですけどね、結構閉めづらかったり開けづらかったりします。くら寿司のビックラポンぐらい開けづらい。はい、続いてこちら、ハエ取りテープ、これは4つ入りで100円です。え、これでどう使うの。これを引っ張りゃいいのか。よし、汚れる、これ気をつけてくださいね。マジでか、途中で切れたんですけど
もったいないな。すごいね、強力な鳥持ちがついてますね。手にね、ちょっとくっついちゃったりとかしそうな感じ。あ、これは滑らかだな。あ、ダメだ。途中でちぎれちゃう。これ僕が悪いのかな。これ僕が悪いのかもしれない。とりあえず伸びる分だけ伸ばしました。で、結構手にくっつくな。で、今紹介したのはダイソーさんのやつなんですけど、これ、キリバイさんのやつです。これ300円します。3倍の値段。3倍ですけど、5つ入ってます。どのぐらい違うのか見ていきたいですね。わ？え、何これ？うわ、うわ、え、硬いよ。大丈夫なのこれ。おー、出た、出た、出た。うわ、すごい。この伸び具合。あー、見て、これ。スーッと伸びる。ほら、滑らか、美しいね。バベルの塔のように、どん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 伸びていきます。素晴らしい。ちょっとダイソーさんのとね、サイズ感を合わせたいから、要は比べるのがね、今回の目的なんで、あんまり長く出さないといって。今ね、後ろにちょっとかけてるんですけど、これはね、300円の差はあります。全然違う、この出した時の伸び方。あとこのなんか粘着具合とかね。そういうのが、もう明らかに違う。まあ大事なのは、ハエが取れるか取れないかなので。で、これを設置していきます。はい、まず1箇所目、こんな感じでつけてます。これはハエ取りリボン系ですね。これの辺が粘着シート系です。わ、くっついちゃった。あ、あお、はい、こっちはこんな感じ。はい、まあね、綺麗に並んでないんで、条件がちょっとね、ずれてるかもしれないんですけど、とりあえずこんな風にやってみますっていうか、あ、取れた取れた。指は取れてない。はい、じゃあ小バエを取ってる間にずっとやりたかった企画、こちら。虫神器って言うんですけど、結構流行っていて、昆虫系の YouTuber の人たちはめちゃめちゃこれ開封やってるんですよ。小バエは昆虫、昆虫つながりで開けてみたいなと思います。いや、僕遊戯王カードとか大好きだから、こういうの開けたいので、これね、これこっち第1弾で、第1弾の方はなんか最初すごいめちゃめちゃ人気すぎて、一人何パックまでみたいな感じで個数制限があったみたい。あ、で、一応これね、ちゃんと開けるギザギザついてるんですけど、開封動画なんでね、こんな風にいろいろレアがあるみたいで、一番珍しいのがレジェンドレア、ニセハナマオオカマキリを当てたい。黒シデムシ。シデムシっていうのは死体から出る虫って書くんですけど、そういう腐食質の肉とかを食べている昆虫です。キムネクマバチ。カイコ幼虫。なんじゃこりゃ。はい、じゃあいよいよ最後の1枚、第1弾の最後の1枚です。いきますよ。コーカサスオオカブト SR スーパーレア、コーカサスオオカブト。はい、じゃあ次第2弾。いいね、たまにはこういうのも。無血の息吹。はい、もうよくわかんないっす。おー、ニイロタテハ。首赤ツヤカミキリ。いきますよ。次、これ何？サシガメか？あ、そうだね、横綱なサシガメ。はい、じゃあこれ、第2弾の最後いきますよ。ダイオウサソリか。はい、これもこんな風にキラキラ。はい、ということで今回はこの2つが当たりました。コーカサスオオカブトとダイオウサソリ。虫好きのお子さんがいるご家庭は、お土産で買って帰ってあげたら喜ぶのではないでしょうか。はい、ということで小バエキャッチャーたちの成果をどうぞ。はい、24時間が経ちました。じゃあ、一番取れてないやつから紹介していきます。まずこれ。小バエが取れちゃう。あ、これか。フルーツフライトラップですね。くら寿司のビッグラポン並みに開かないって言ってたやつ。
よし。ゼロ。あの、やっぱフルーツフライなので、症状映えが対象なんですよ。だから、キノコ映えとかそういうのは、なかなか取れないってことですね。なので、観葉植物の小映え対策を考えてる方には、あまりおすすめできないです。はい、じゃあ次に取れなかったやつ。これです。ね、案の定だとは思いますけど、あ、でも一匹は入ってる。一匹だけ入りました。やっぱこれも、甘い匂いで誘引系なので、うん、症状灰とかそういう系なんでしょうね、本来はね。だからこれもね、思ったような効果は出ないと思います。あ、今これ二つしか出てないですけど、裏にはハエ取りリボンも控えてますので。はい。あの、リボン並べるとね、ベタベタになっちゃうんで。はい、じゃあ次。取れなかったやつ。こちらです。意外ですよね。あ、次にっていうかね、さっきと同じ。一匹だけ。全然捕まんなかったですね。何なんだろう。取れそうな雰囲気ありますけど。あと設置する時のね、動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、他の、粘着シート系に比べると、このガードがついているんで、植物とかにも当たらなかったんで、これすごいいいなと思ったんですけどね。実力は低いみたいです。で、見せ方が下手くそなんで、もうやっちゃいます。続いてこれです。これはなかなか成績良かった。これはね、全部で7匹。この商品ですね。強力配用粘着シート。だから僕的にはね、このシートにこのガードをしてほしい。じゃあいよいよ昔からの定番アイテム。ハエ取りリボン。片方がキリバイ。片方がダイソー。どっちが取れるのか。小映えキャッチ王決定戦第2話。キリバイのハエ取りリボンです。全部で8匹。このね、出てくるとき、すごい感動させられたんですけど、実力としては8匹ですね。結構似たようなもんなんですね、だからね、これとね。こんな感じです。ハエ取りリボン系はね、気をつけてくださいね。もうこのドロドロ感がすごいんで。はい、では堂々の優勝がこちら。ダイソーのハエ取りリボン。全部で15匹。結構すごい。いやー、つきましたね。この出るのがね、あんまりいまいちだなっていう風にお話しさせていただいてましたけど、素晴らしい能力を発揮してくれました。短かったとしても、ちゃんと取れてます。オニオンリーオンリー、うん、かわいいね、うん、よいしょ、あ、かわいい。はい、ということで今日紹介させていただいたのはこちら、ダイソーさんとあとちょっとキリバイさんも含めたハエ取りグッズ、どれが一番効果があるのか試してみました。いっぱいハエ取りグッズね、あるんですけれども、購入する時の参考にしていただけたら嬉しいなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。